皆様こんにちは。ようこそお越しくださいました。今日はピアノの生演奏をたっぷりお聴きいただきます。ピアニストと心を合わせて楽しんでください。曲解説をさせていただきますのは私中野愛子と申します。よろしくお願いいたします。人気漫画ピアノの森はお読みになりましたか？一色誠さんの人気作品でテレビアニメにもなりました。主人公一ノ瀬海は森に捨てられたピアノをおもちゃ代わりに育ちます。小学校の先生は芦野雄介先生、かつて天才ピアニストと呼ばれた方です。芦野先生の指導のもと一ノ瀬海はピアノの才能が開花し、やがてショパンコンクールで世界に挑むというサクセスストーリーです。その一ノ瀬海に芦野先生は音楽の楽しさを伝えようとピアノを弾いて聴かせます。曲は茶色の小瓶。
私の心はいつも語りかけてくるの。私は恋人なしで生きていくことはできるのかしら。曲は「ああお母さんあなたに申しましょう」の主題による12の演奏曲、キラキラ星演奏曲です。
奏します。バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トロンボーン、ティンパニー、50人もの演奏者を指揮者がまとめ上げて演奏します。でも今日はピアノ1台だけです。じゃ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 ん。曲は運命より第1楽章第4楽章です。Thank you.
Thank you.
ディブを始めさせていただきます。エリージェは一体誰なのか。こんな素敵な曲を捧げられたエリージェは一体誰なのか。真相は謎に包まれたままです。この楽譜が発見されたのはベートーベンが亡くなってから40年も経っていました。ベートーベンは40歳の時にこれを作曲し57歳で亡くなります。曲はエリーゼのためにです。
リストは24歳の時恋に落ちます。恋人はマリー・ダグー伯爵夫人。二人の不倫関係は周りの知るところとなり、スイスへ逃避行しました。約10年の同棲生活で3人の子供を授かっています。しかし33歳の時二人は別れてしまうのです。別れた翌年に歌曲を愛しうる限り愛せを作曲します。リストは36歳の時再び恋に落ち同棲します。恋人はカロリーネ・ツーザイン・リトゲンシュタイン伯爵夫人。また不倫関係です。そして前に作曲した歌曲を愛しうる限り愛せをピアノ独奏曲に編曲し、愛の夢として発表します。曲は愛の夢です。物悲しいといったものです。楽しくもあり
悲しくもあるどちらとも言えない世界なのです。曲は月の光です。
には長年連れ添った恋人ジョルジュ・サンドがいました。彼女は白い小型犬を飼っていました。子犬は尻尾を折ってぐる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 回って遊びました。その様子を音楽にするようショパンに頼み、子犬のワルツが作曲されたそうです。この頃ショパンは体調が悪化し、ジョルジュ・サンドとの仲も険悪だったようです。10年も続いていた2人の関係は間もなく終わりを迎えることとなります。曲は子犬のワルツです。
ピアノソナタは18曲あります。第11番目のピアノソナタの第3楽章にはトルコ風と書いています。トルコ行進曲とはこの第3楽章のことを指します。当時大帝国であったオスマントルコは行軍の時に軍拡隊を引き連れていました。ウィーンではトルコへの恐れと憧れから独自のリズムとメロディーのトルコ趣味が流行していました。トルコの荒削りで異国情緒があふれる力強い音楽はモーツァルトによって優美で格調高い音楽に変化します。オリジナルはピアノ一人の独奏曲ですが、田口紗恵子氏が連弾に編曲しトルコ軍の迫力を描きます。曲はトルコ行進曲です。Thank you.
本日は最後までありがとうございます。ここで拍手が鳴り止まないことをちょっとお伝えします。ラビナック作曲のギャロップマーチをお送りします。ギャロップとは馬の走り方をイメージした音楽です。それではお願いします。Thank you.
最後まで本当にありがとうございました。それでは今後ともコスマ音楽愛好会をよろしくお願いいたします。最後までお聞きくださってありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。